県内の海に関するさまざまな話題をお届けする海と日本プロジェクト in 大分県。今回は海ごみゼロウィークをご紹介します。さあ、国東市の黒津崎海岸にやってきました。今日これから海岸で清掃活動が行われるということで、私も一緒に参加したいと思います。7月31日、国東市にある黒津崎海岸、小原海岸、次郎丸海岸、3つの海岸でビーチクリーン活動が行われました。毎年このイベントを主催しているのは NPO 法人国東市手と手とまちづくり隊のメンバーです。この日は地元国東高校の生徒さんをはじめ、地元の方々およそ300人が参加しました。まあ、里山も含め、自然を守ろうということで、それと国東に、帰ってくるウミガメたちを、保護していこうという形をとっています。10年ぐらい前はこういろんな船から出るゴミ結構多かったような気がするんです。でも最近は町ゴミ、里山から出てる生活ゴミが多いのかなって、そういうふうに感じてます。今来てる子たちは、ちっちゃい頃に随分と子ガメたちを観察した子がいると思います。その子たちがまた20年30年経ってウミガメが帰る時に、自分たちが守ってきた浜にウミガメが帰るんだと、まあ、そういう思いが込められてるんだと思います。今日ゴミ拾いしてみてどうですか？楽しかったです。楽しかった。思ったよりたくさんありました。ゴミがたくさんあった。思っていた以上にいろんなゴミがあって、綺麗にできたので良かったです。どんなゴミ？ビニールとか。2040年50年にはお魚の数よりも海ゴミの方が多くなるって言われてます。そんな姿を見ないで済むように、みんなで、環境を守り、綺麗な美しい海を守っていきたいと考えてます。海を清掃。海と日本。海と日本プロジェクト in 大分県。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。